ヤッホーもみです。今回は夏フェスの暑さ対策について皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。毎年夏フェスになると暑い暑い言うてんねんけど、もう今年の夏やばくない？で、私すでに夏フェスがデッドポップとムロフェス 2days してきてるのよ。このムロフェスが考えられへんぐらい暑くて、私自身夏フェスでぶっ倒れたとか自分の中で危ないなと思ったことがそんなになかってんけど、もう今回のムロフェスでちょっとほんまに、あ、これやばいかもって思ったタイミングがあったぐらいマジで暑かったんよ。で、まあムロフェスの会場って地面がコンクリートで照り返しがやばいのと、まあ隣が海ってことで、こう湿気をたっぷり吸った温風みたいながずっと吹いてたの。ほんまに暑かったのよね。まあ唯一、まあ救いっていうのが赤レンガ倉庫、建物的にクーラーついてて、まあ涼しいから、まあ最悪そこに駆け込めばいいみたいな感じではあってんけど、でもやっぱり基本的な野外フェスってもうそんなクーラーがついてる建物が近くにないってことがめちゃくちゃあると思うのよね。だから夏フェスはもう最後まで元気に過ごせるっていうのをまず目標にしてほしいなと思います。暑さ対策の前に一個すごくみんなに言っておきたいことは、ちょっとでも自分の体的にしんどいなとか、なんかいつもと違うなとかって思ったら、もうその時点でしっかりと休憩を取ってください。いや、見たい気持ちが勝つのはわかんねんけど、その時点でしっかり休憩取れば1時間後ぐらいには元通りに元気に楽しめるっていうところに行けると思うねんけど、まあ、そのやばいなを超えてしまった時にほんまに倒れたりとかしたら、もうそれ以降全然楽しまれへんかったみたいなことになってしまうので、まあ、とにかくね、自分の体の声は夏フェスは特にしっかりと聞いてあげてください。あとはもうちゃんと朝ごはんを食べる、胃にしっかり物を入れて夏フェスを迎えてほしいなと思います。まず自分が一番身近にできることっていうのはマジでしっかりとして会場に向かってほしいなと思います。というわけで暑さ対策をいろいろしていきたいと思います。まあ、まずは一番手軽にできるのが持っていく飲み物を凍らせていく。去年の動画でドリンクを2本ぐらい持っていくって言ってんけど、まあ、今年はそのムロフェスに凍らせたドリンクを3本持ってってんけど、まあその3本もすぐになくなったよねっていうぐらい、やっぱ飲み物の消費が激しいと思うので、まあ本数はまあ3から5本ぐらいはまあとりあえず凍らせて持っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、最悪現地でも買えんねんけど、現地で買うとやっぱ高いし、あとフェス後半になっていくと飲み物自体がどんどんぬるくなっていく可能性があります。で、フェスのドリンク売り場、なんかでっかい水槽みたいなのに氷が入ってて、まあそこに飲み物がこう浮かんでいってるっていう、なんかお祭りとかでもあるような形式で結構飲み物を冷やしてると思うねんけど、やっぱフェス後半になるとその中の氷がもう溶けきってたりとか、もうみんなの消費量が激しくて冷える前のドリンクを渡されるみたいなことが結構あるので、自分が持っていくドリンクは凍らせていくのがいいんじゃないかなと思います。持っていくときやねんけど、クーラーボックス持ち込み可能なところは、まあそういうものをクーラーボックスに入れたりとかするのでも OK やと思うねんけど、やっぱりクーラーボックス持っていくって、まあ車の人やったりとか、まあ持ってかれへんフェスっていうのもいっぱいあります。なので私はまあこういう保冷バッグに当日は凍らせた飲み物を入れていきます。で、これスリコで買った保冷バッグやねんけど、まあなんかこんな感じで、なんか去年ぐらいまでは私551の保冷バッグを使ってたんよ。551の保冷バッグってでかいし、飲み物何本でも入るし、結構しっかりと上の部分が閉まってくれるから良かったんけど、まあ、それがちょっと汚れちゃって、新しいこう保冷バッグを買いました。このサイズ感で、ファミマとかに売ってるお茶とかのサイズ感のペットボトルが、まあ、6本ぐらいは入る形になってます。で、袋自体が軽いから、その持ってく荷物の邪魔にもなれへんし、私はすごい今回重宝してるなっていう感じです。まあ保冷バッグの機能にもよると思うねんけど、昼過ぎぐらいまでは全然冷たいとか氷が残った状態で飲み物を入れておくことができたなってのが私の印象でした。あとはまあ食べ物とかが持ち込み OK なところはウィダーとかそういうゼリー系のものっていうのを凍らせて入れて持っていくとかでもいいんじゃないかなと思います。やっぱりその凍らせたものを多く入れれば入れるほど、こうお互いに冷やしてくれるから、より冷たさが持続されたりもするので、まあそういうのも入れていくのもいいんじゃないかなと思います。あとはこういう口がね、広いタイプの水筒に、まあ、氷だけを入れていく。これもめちゃめちゃ便利です。まあさっきも言ったみたいに、フェス会場のドリンク、どんどん時間が経つにつれて、ぬるいものしか提供されなくなったりもします。なので、まあこういう氷だけが入った水筒とかに一回移し替えて、
飲み物を冷やして飲むとか、あと氷だけ食べるとかでも全然いいと思うんだけど、まあなんかそんな感じで水筒とかある人はこの中にギチギチに氷を入れて持っていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、飲み物を入れてっちゃうと氷が溶けやすくなっちゃうと思うので、私はもう氷だけを入れていくっていう感じにしてます。あとはこの入れる時やねんけど、水筒の中の温度を一旦冷やしてあげると冷たさの持続率っていうものが上がるらしいのよ。氷にちょっと水入れて10秒ぐらい振ると中がすごく冷たくなるので、その状態で氷を入れていくと水筒の中の保冷性っていうものがアップするんじゃないかなと思います。そしてこの冷やタオル、去年から私が激推ししてるこの冷やタオルやねんけど、去年ぐらいまでは多分ビオレの冷やタオルしかなかったんけど、今年はなんか類似品がいっぱい出てました。こっちは冷やしタオルで別の会社から出てたりとか、まあ、このビオレの冷やタオルも今年も発売されてるし、ドラッグストアオリジナルブランドとかも結構出してたりとかするから、まあ、こういう冷やしタオル系っていうのは持ってっとくとめちゃくちゃ便利です。これほんまにあのボディーシートとかぐらいの薄さで、サイズ感もねいろいろあんねんけど、まあ私はいつも首掛け46センチのものを使ってます。でこの首掛けの46センチやと、まあ私の背中の上半分ぐらいはしっかり覆ってくれるようなサイズ感になってます。去年の動画とかでこれ広げてる動画とかもあるので、よかったらサイズ感見たかったらそっち参考にしてほしいと思うねんけど、まあ女の子はあのブラのストラップとかでこの冷やしタオルを固定すると割と背中全体が覆われてめちゃめちゃ涼しくなるからいいんじゃないかなと思います。使ったらもう捨てれるから荷物にもなれへんし、こういうのもめちゃめちゃ便利やなと思います。で、あとはボディーシートね。ボディーシートまあいろいろ種類あんねんけど、まあ夏フェスはめちゃくちゃ冷たそうなものを選んでください。で、私はいつもギャッツビーのなんか氷冷とか、とにかく冷たそうな表記がしてあるものを使ってます。それにプラスして、まあこのハンディファンとかも使うのいいんじゃないかなと思います。使い方によっては熱中症になったりとかもしやすくなるっていうのがすごくあのニュースにもなってたりもするから、まあこの使い方っていうのはすごく気をつけてほしいなと思います。ボディーシートとかで体を拭いて風を当てるとか、その水で濡れたところを風当てるとかやったらいいねんけど、温風が直接自分の体に当たるような状況で使うと倒れるとかあるので、まあこのハンディファン便利やねんけど使い方とかはすごく注意してほしいなと思います。そしてまあギャッツビーもそうやねんけど、私今年めちゃめちゃ感動した商品がこちら、ビオレの、まあ、マイナス3度って書いてある、このボディーシート。これな、めちゃめちゃやばい。まあ、何がやばいかっていうと、この商品は、まあ、ギャッツビーぐらいひんやりするっていうわけじゃないねんけど、めちゃめちゃサラサラになります。デッドポップの時に友達から私1枚もらってマジで感動してんけど、やっぱりギャッツビーとかって腕とかをさ、こう、拭った時にさ、涼しくはなんねんけど、ちょっとベタつきが残るのよね。でも、このビオレの冷やシートってやつ、はもう全然ベタベタ感が残らへんの。マジでサラッサラになるの。感動するぐらいサラッサラになるの。他のボディシート系に比べたらまあちょっとお高いんやけど、変える時とかこうなんか着替えるタイミングとかで冷やシートっていうものを挟むと、ちょっと自分たちの中での快適度っていうのがもう一気に上がると思います。でやっぱり涼しさを求めないと絶対ギャッツビーやねんけど、まあ、私はこれの2個使いっていうのがすごく良かったなっていうのがあったから、ちょっと皆さんに今日共有しておきます。でまあ今言ったボディシート系とこういう冷やしタオル、こうスプレータイプの日焼け止めとかもうなんか持っていくかどうしようかなって迷ってる人結構おると思うねんけど、さっきのこの保冷バッグに全部飲み物と一緒に入れてめちゃめちゃ冷たさアップするから。で私これ去年こういう冷やタオルとか全部これに入れるといいよっていうのをコメント欄で教えてもらって、それを今年やってみてんけど、何もしんくてももちろん冷たいねんけど、よりこの中で冷やされてる感があってめちゃめちゃ冷たさアップしたし、なんならこのスプレータイプの日焼け止めも振った後にすごいひんやりしたなっていう感じがあったりとかしたので、保冷バッグに飲み物と一緒にまあ結構入れておくのがいいんじゃないかなと思います。で、あとはまあこういうまあアイスのみたいなの私去年買って、まあこれは何かというと、こう服に直接振りかけると涼しいよみたいなやつやねんけど、まあ私的にはあんまりこれ効果を感じませんでした。っていうのもまあ電車とかまあそういうなんかクーラーがもともと効いてる場所で
使うとかやったら、こうなんかひんやりしてるなっていうのがすごく感じたんやけど、灼熱のフェス会場で、まあ、これ降ってもあんま変わらへんなってちょっと個人的には思ったから、まあ、これからわざわざこれを買いに行く必要はないんじゃないかなと思います。で、まあ持ってるから使うは全然ありやと思うねんけど、暑さ対策のもの買いに行こうってなった時、こういうシャツミスト系っていうのは、まあそこまで涼しさを、まあ私は感じひんかったかなっていうのが正直レビューって感じ。一番暑さ対策になるのは、まあ、直射日光を避けることやと私はすごく思ってて、やっぱりアームカバーとかレギンスタイツみたいなズボンの下に履くやつとか、まあ、そういったものをフェス会場で見かけると思うねんけど、あれって実際どうなのっていうお話やねんけど、まあ、布一枚あるから、まあ、暑いっちゃ暑いねんけど、直射日光を遮ってる分、なんかそういうなんかじりじりじりっていう暑さは軽減されるから、まあ、私は、まあ、布あるかもしれんけど、そこまで布が厚くても手袋無理っていうことはあんまりないかなっていつも思います。でやっぱりどうしてもその直射日光を浴び続けると、まあ、その日は大丈夫やったとしても家帰ってめっちゃ体がほてってきたりとか、まあ、次の日になんか熱っぽくなったりとか、結構体へのダメージが直射日光ってすごいらしいのっていうので、まあ、私はアームカバーとかレギンス的なものっていうのは結構使うのがいいんじゃないかなと思います。あとはね、まあ帽子もしっかりかぶってタオルとかで首元を覆ったりとか、まあとにかく直射日光は避けてほしいのと、私モロフェス2でやったの、私そのレギンスタイツとアームカバーっていうのをまあ1個ずつしか持ってへんかったから、まあ、2日目はちょっとなしで行ってみたのよね。で私その普段から日傘とか帽子とか結構しっかりやるタイプやから、ほんまにあの夏の空の下にもう半袖半ズボンで乗り込んだのマジで何年ぶりやろうみたいなレベルで久しぶりにやってんけど、もうほんまにやっぱ直射日光のじりじりがきつかったのと、あと家帰ってからめっちゃ体がほてってる感じがすごくて、焼けへんように結構バスタオルかぶってみたりとかして、まあ基本的には包まれようとはしててんけど、結局家帰ってなんか体ほてってるなとか、なんかちょっとヒリヒリするなっていう感じがすごかったから、個人的にはそういうあのカバーとかレギンスタイツ的なものは服用していくのがいいんじゃないかなと思います。あとはまあ照り返しがすごい会場とか、まあこの間のモロフェスもそうやってんけど、まあなんかサングラスとか、あとなんかタオルでこの目元をちょっと覆ってみたらめちゃめちゃ楽になったのよね。やっぱりその照り返しで目から入ってくる暑さっていうのもちょっと結構あるんやなって今年すごく感じました。で友達のサングラスを借りてちょっとつけさせてもらったら、こんなにサングラスって暑さ感じひんく、暑さ感じひんわけじゃないな、こんなにサングラスって涼しく感じんのって思うぐらい、ちょっとサングラスはめっちゃ良かったなと思って、前ですごいなんもサークルモッシュダイブするんですっていう人はちょっと無理かもしれへんねんけど、後ろでゆったり見たい派っていうのは、まあ、サングラスとか持っていくのもいいんじゃないかなと思います。あとはそれこそこう忍者みたいにさ、目から下が隠れるやつとか、まあそういうのもめちゃくちゃ効果あるんじゃないかなと、ちょっとタオルでこうやって隠しただけでもだいぶこの眩しさとか暑さっていうのが軽減された感じがしたから、まあなんかそういう商品とかも興味ある人はね探してみるのもいいんじゃないかなと思います。目元も気にかけるとだいぶ暑さが軽減されるってことを今年は私分かったので、ロッキンとかまでにはちょっとサングラスを探しに行こうかなと個人的には思っております。あとはね、まあなんか去年の暑さ対策動画で空調服やばいみたいなのが結構書いてあってんけど、私この間ワークマンで初めて空調服をちょっと試着させてもらってんけど、あれマジでやばい。まあ私自身フェス会場で空調服を着てる人に出会ったことないねんけど、マジでその風に包まれる感じがして、やっぱ重たそうとか、ほんまに涼しいのみたいな気持ちにはなると思うねんけど、結構私的には重さもそこまで重たくてもう肩こってしゃあないわっていう感じでもなかったし、あとはもうほんまにめちゃめちゃ風に包まれるので、おー何これっていう気持ちになる。まあただ一個欠点としては機械音というか、ずっとあのフィルターが回ってるうーみたいな音がずっとしてるから、なんかシンとした MC の最中にフィルター音がちょっと隣の人に聞こえてしまうみたいなのはまああるかもしれへんねんけど、まあ、基本的には空調服とかもめちゃくちゃ涼しく快適に入れるので
まあ、気になる人は買ってみるとか使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。であとはなんか濡らすと冷たくなるタオルとか首のリング、水で冷たくなるリングとか、まあ、結構あると思うんだけど、そういう系って保温熱はしてくれるから、まあ、結果的には涼しくなるんかもしれへんねんけど、やっぱ夏フェスの灼熱の中で即効性で冷たさを求めている人にはあんまりおすすめせえへんかなと思います。じんわり放熱はしてくれるんやけど、結果的に涼しくなるみたいな商品っていうのは速攻の効果を感じにくいから、あまり意味ないように感じてしまう部分があるんじゃないかなと思います。あとは冷えピタとかも、まあ、冷たいっちゃ冷たいねんけど、やっぱり粘着力がめちゃめちゃ弱いからすぐにベロンって取れてしまうなって、私は去年友達から冷えピタもらってんけど、首のここに貼ってたのよ。でもやっぱさ、首ってタオルかけたりするから、ほんま気がついたら冷えピタがベロンってなってて、去年の写真で冷えピタがこうベロンってなってるのが写ってたりもすんねんけど、まあこういうことになるので、まあ後ろでゆったり見える人とかはなんかまあ使うのいいんじゃないかなと思うけど、前で揉まれに行くときに、まあ、冷えピタ貼ってたら、まあ多分1曲目ぐらいでどっか行っちゃうんじゃないかなと思います。携帯がめちゃめちゃ熱くなると思うねんけど、私今年買ってみました。でこれはほんまは携帯につけてたもので、その分かりやすいようにちょっとこれ貼ってみてんけど、携帯にこれを貼っても上からカバーができるぐらいの厚さのもので、パッケージには携帯が熱くなってしまった時のなんか放熱する役割があるみたいなことが結構書いてあってんけど、まあ実際使ってみてなんかそんなに効果を感じひんかったというか、気持ちはなんか放たれてるのかな、熱がぐらいの感じでした。私的には家電量販店とか、まあそういう携帯のアクセサリーコーナーにこういうの売ってたりとかもするから、気になってる人はちょっと買ってみてもいいんじゃないかなと思うけど、まあ個人的にはすごく気持ちの商品やったなっていう感じかな。あとはね、これね、叩いたら冷たくなる系のやつ、まあこういうのはカバンに1個か2個ぐらいあればいいんじゃないかなと思います。でまあ去年の動画とかでなんかあんま使わへんかったとかっていうのを私はちょっと言っててんけど、やっぱりそのまあ今年のムロフェス行った時にほんまにやばいってなった時に、瞬間的にマジで体を冷やさないとあかんって時はこういうのめちゃくちゃ便利なんやなって身をもって体験したので、使わんかったら使わんかったでいいと思うねんけど、お守り代わりに持っていっとくのはいいんじゃないかなと思います。一瞬で冷たくなるプラス、まあ、冷たさがある程度持続されるこういうものっていうのはやっぱり何かあった時に一瞬で体を冷やしてくれるのですごく便利なんじゃないかなと思います。というわけでいかがだったでしょうか。まあ、ドラッグストアとか行ったら基本的にもういっぱい今何でも売ってます。まあ、その中で私が個人的に試してよかったなっていうものをみんなに伝えてるので、よかったらそのフェス行く、夏フェス行く人は一旦ドラッグストアとか覗いてみるのもいいんじゃないかなと思います。なんか他にもこれめっちゃいいみたいなのがあればコメント欄に書いていただければなと思います。またなんかわからんことあったらコメント欄に書いてください。とにかく夏フェスっていうのはもうぶっ倒れずに最後まで楽しむ、まあ、これを最重要ミッションやと思って暑さとねうまく付き合ってフェスを楽しんでほしいなと思います。本当にこれからどん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 暑くなると思うので、自分ができる対策をしっかりとして夏フェスに臨んでほしいなと思います。ということでマミでした。ほなねー。